今シーズンリーグ戦で負けのない栃木。控えにディフェンス陣がいない中で1年での J2 復帰を目指す北九州と対戦しました。それから、今坂田亮太に何か位置取りを指示しました。坂田亮太がファーに行って中に寄ってくる。戦国ふわっと浮かせる坂田亮太、ターゲットヘディングはディフェンスがクリアします。コーナーキックになります。栃木初めてこの試合コーナーキックを得ましたが、山岸と坂田か、右足か、いや短歌という声が聞こえました。右の今膝の下すねを押さえています坂田です。今週はもう広瀬健太と福岡がアクシデントで離脱をして、もうセンターバックに控えがいません。この競り合いのところでした。山岸の今体が坂田のもう右足のすねに入ってきてしまっていました。もうセンターバックの控えがいません。栃木は、菅もセンターバックをやろうと思えばできますし、あと昨シーズン相模原でセンターバックも務めていた服部公平がすでに下がってしまっています。横山監督が今尾本と戦国それから菅に今フォーメーションポートで説明していますが、どうするのか。戦国をセンターバックにするのか、あるいは多田をセンターバックにするのか。杉本が出ます。杉本が出て、もう坂田はダメです。一番栃木が恐れていた事態が起きてしまいました。ちょっと大きな怪我にならなければいいんですが、坂田亮太の右のもう膝下に山岸の体が入ってきてしまいまして、もう周りにいた選手がすぐに担架を要求するぐらいの怪我になってしまいました。そしてチームメイトの坂田選手の思いも今一緒に背負ってますね。はい、一緒にずっと頑張ってきたので、何が何でも両津さんにいい思いをできるように、自分たちは頑張っていきたいです。後半の立ち上がりの栃木の決定機でした。そしてなんといっても虎の子の1点、この試合唯一の得点です。88分の西谷のゴール。相手に FC 東京を U23 の選手目の前にいましたが、非常に落ち着いていました。ワンタッチで右にかわしてシュートコースを作って落ち着いてゴールに蹴り込みました。普段の練習通りのプレーができた、トレーニング通りの得点をすることができたというふうに冷静に振り返りました。震えてしまうほど悔しさに飲まれて、ここから這い上がれるか勇気を試されている。信号待ちの空、駅前のロータリー、胸の中何か弾けた、さあこの足で踏み出そう。本当の戦いは今ここから始まる。今日もなだらかな道がどこにもなくても、叶えたい夢が心に一つだけ、いつでもさあ、この後ガンバにかなりチャンスがありました。後半は、少し押し込まれたと聞いてますしね、少し今のもそうですけど、ラインがちょっと重たいなという感じしますよね。岡崎選手のボレーです。それから二川選手のクロスからというところだったんですが、さあここでなんと横山監督は坂田亮太選手をフォワードで投入をして、
まあ、中央から広げたところ、そして山形選手1対1勝負してかわす、相手ボールウォッチャーにしといて、坂田亮太最初のファーストポジションから少しグッと下がることによって相手の目線から外れましたね、うまくね、まあ、これはもう本当に元フォワードというね、素晴らしい動き出しもあったと思います ね、大学3年生までフォワードだったんですけれども、うん、まあ、これが坂田選手 J の初ゴールで決勝ゴールとなり、栃木4連勝です、救世主現る ですね。